はい、皆さんこんにちは、坂木敦でございます。11時回りましたですね。29日月曜日のまったりとした午前中でございまして、今日もまったりすんでという感じでございますね。ちょっと古い記事、27日の記事なんですけども、 JB プレスですねに出た困難がございましてですね、サッカー日韓戦で完敗韓国、収まらぬ不満と怒り、監督ラフプレー、韓国代表のユニフォームの日の丸にも非難55、非難55でいいかな、この字。はい、これは27日の土曜日に、李星泉さん、ハングル読みは分かりませんけども、あの李ですね、正しいに宣伝の線ですね。最初こんな書き出しですね。3月25日横浜の日産スタジアムで開かれた日韓親善サッカーの試合で、韓国代表は日本代表に 0-3 で完敗した。この試合をめぐって大韓サッカー協会が謝罪文を発表するなど、韓国内では大きな波紋を呼んでいると。まあ僕もねちょろっとだけ見てましたけど、最後の30分ぐらい見てましたけど、まあまああれですね、一方的とは言いませんけども、まあ、危なげなく勝ってましたね、なんかね、0-3 で。で、日本もね、最近日韓戦っていうのと、よっしゃーみたいな感じになりますけども、気合の入れ方が向こうは違うんですよね。どこに負けるよりも日本に負けたらあかんっていうお国柄でございましてですね。いやでもよう来てくれはりましたね、こんなコロナの時にね、横浜に。どういういきさつでこうなったのか全然知りませんけども、2週間の隔離とか当然ないんでしょうけどね、全員 PCR 検査してワクチン打ったかどうか知りませんけど、おいでいただいてですね、試合をしました。でまあ日本勝ってしまったわけですけども、どんな意味があってんの、あの親善試合はどういう意味があるんやろとよう分かりませんけどね。観客も1万人ぐらいで、でもあれ視聴率稼げたんちゃいますかね。でやっぱりね、負けたらあかんのですよ、向こうは。東亜日報は、サッカーが90分で良かった、韓日戦0-3横浜大惨事という記事で25日の前編を以下のように書き下ろした。10年前の札幌惨事よりも惨憺たる横浜屈辱だったと。パウロ・ベントですね、ベント監督率いるサッカー韓国代表チームが、プライドのかかったサッカーに感じてた、プライドかかってんじゃないやん、お前、プライドのかかったサッカー韓日戦で、接戦の末、接戦っていうのはね、接する直接の説ではなくてですね、拙いの説ですね、なんとか辺に、最近、辺まで忘れてもた、出るっていう字ですね。接戦の末、完敗を期した。技術、精神力、投資の全ての面で無気力に押し出されたと。という、まあ、これはまあまあ負けたんはしゃあないやんという感じですけども、要はやっぱりなんで負けたんやっていう敗因探しで、誰が悪いねんってことですね。このパウロ・ベント監督っていうのは ポルトガルの方らしいですね。で早速こう監督のせいやっていう話になってるようです。もう多分辞任されるんでしょうね。でベストメンバー千代田っていう話があるわけですね。今回の選手リストで最も懸念な点は、彼らが韓国を代表する最高のコンディションを持っている選手だったかという点だった。ベント監督は以前にも、リーグで良い姿を見せる選手ではなく、自分の人材プール内で選手を選抜していると指摘されてきた。だから監督、お前が選んだ選手はあかんかったんやんということですね。まあ、こんなんはまだいい方なんですけど、試合中にね、ラフプレーありましたね、後半ね。こう誰かこう口にいっぱいこう血を出て、こうなんかガーンと当たったみたいで、で歯が折れるぐらい、折れてないらしいですけどね。でブチッとこうなんか血吐いてですね、でなんとか試合に戻っていきましたけど、あれをですね、そのなんていうかこうあれですね、非難をしてるわけですね。
同じ韓国人として恥ずかしくも謝りなさい。サッカーができないのならせめてマナーでも守ってくれ。サッカーは負けたけど戦いに勝っててよかったですね。試合に負けるのは仕方がないが、ドン・ジュン選手の行動には失望したみたいな書き込みがあるということで、で、冨安選手っていう方がこのゴールやられたんですけども、日本のね、彼は自分のインスタグラムでこう言ってるんですね。翌日に、相手選手からの肘打ちですか、ですが試合中には起こり得ることで、彼が故意的にやったことではないと信じています。もうすでに謝罪のメッセージも受け取っていますし、大きな問題にならないことを願っています。このコメントに韓国のサッカーファンからも称賛や謝罪の声が寄せられた。まあ、いやあれありがちなことでね、あんまりこう見てて気持ちの良いもんではなかったですけど、であとね、向こうのお隣さんのチームのユニフォームにこう国旗が2つね、日本と向こうと出てたと。それが気に入らんと、なんで日の丸なんかつけて試合してんねんってね、日本選手のユニフォームには日の丸しかなかったということですね。なんでそんなこっちだけこうそんなつけんねんというのは、でただそれについてはですね、つける場合もあるというふうに説明されてますね。それでですね、最後はですね、大韓サッカー協会がですね謝罪をして負けたからって謝罪しなあかんのっていう世界なんですね。いや負けた試合ですからね、勝ったり負けたりするわけであって、負けたことをねなんで謝罪しなあかんのということですね。国民の皆様に捧げる分という謝罪文だし、国民の前で頭を下げた、こんな感じですね。ちょっと長い距離読みましょうね。昨日行われた韓日戦の敗北に失望したサッカーファン、サッカー関係者、そして国民の皆様にサッカー協会の会長として大変申し訳なく思っております。協会はダブル杯予選を控えて代表チームの戦力を固めることができる唯一の機会だと判断し、韓日戦という負担感にもかかわらず今回の試合を推進しました。厳しい状況の中、最善を尽くして無事に試合を行いましたが、足りない競技力により大変ご心配をおかけてしまして深くお詫び申し上げます。要は負けたことを謝ってるわけですね。やっぱりね、これね、だからね、日本はね、それなりに気合は入りますけど、まあって感じでやってるわけでして、向こうとね、日本のね、この精神的なね、こう負担感、この試合に勝たなあかんにゃという負担感は、多分10倍で効くかなという感じはしますね。で、でもよう来てこれはりましたね、こんな時にね、横浜にね。日本がソウルに行けって言われても、多分行かへんかったと思いますけど。で、勝ったらね、やいやいやいの大騒ぎになって、やっぱりやー、俺ら強いんやーって言ったんですけど、負けてしまってですね、それがその結構な向こうから見るとですね、無様な負け方をしてしまったと、情けないということになるようでございましてですね、一騒動起こるやろなーとは思っていたら、やっぱり怒ってまして、でももう25日が試合やったでしょ、今日29日、4日経ってますから、もうそろそろね、お忘れになられてもええんちゃうかという気はいたしますけども、困るのはね、これでね、その監督のせいやとか言ってね、とかなんとかこう悪者探しが始まって、そこでまた余計な悲劇が起こるというのは、なんとしてもあれですね、やめてほしいのに、2本もかかってますからね、これね、ですんで、基本的によそ様の国の話でございますから、一日本人の私がどうのこうの言うのもしゃあないことなんですけども、案の定というか、やっぱりというか、騒動は起こっておりますということですね。これ支障がないんで、一応支障ないと私勝手に思いますんで貼らせていただきます。JB プレスで、私半分も読んでませんのでね、もし、読みたいなということでありましたら見ていただければと思います。JB プレスですね、サッカー日韓戦で完敗韓国、収まらぬ不満と怒り、監督ラフプレー、韓国代表ユニフォームの日の丸にも非難、これ55やろな、なんか字がちょっと変なんですよね。
こういう字読みにくいんですよ。非難ガクガクとも読めそうな前は見てください。ご興味のある方は。はい、皆さんどうもありがとうございました。